こんにちは、キットマン北海道探索チャンネル。今回は長沼町、長沼ジンギスカン実食、そして前回長沼かりんとう饅頭が美味しかった森下松風庵のケーキの回でございます。さらにお寺の西宝寺を訪れました。ご覧ください。長沼町へやってまいりました。こちらの方はムサオさんと言いまして、シルバーアクセサリーの製造販売を行っております。詳しいことは説明欄にあります。お店の看板猫マピちゃんでございます。お店にいつもいるので、ぜひシーウォークに行ってこのマピちゃんを一目見てみてください。今お店で一番熱いのがこのガチャガチャです。500円で天然宝石ガチャとアンモナイトガチャを楽しむことができます。気軽に来てくださいとのことです。ちょっと入りづらいですが、気軽に来てください。今回も行き先はムサオさん任せでございます。一体どこに案内されるんでしょうね。説明いたします。実は8月なくてですね、6月、7月、9月ということなんですけど、まあ、残念ながら6月と7月は終わっちゃったんですけど、9月28日ありますんで、ぜひともね、来てください。さらにムサオさんがいつも通っている理髪店を案内していただくことにしました。半世紀以上の老舗ということで、もう70代の女性の方が今回は対応してくれたんですが、ちょっと忙しそうだったので中に入るのは諦めました。半世紀以上ここに店を構えているとのことです。森下松風庵へやってまいりました。こちらの方が社長さんです。8月のお菓子ということで、旬の素材を使ったケーキなどがあるということで、どんなものがあるんでしょうか。長沼さん、いちごをふんだんに使ったいちごゼリーを、ね、販売しております。こちらの方のいちごのオムレットの方も、長沼さんのいちごを使いまして、ね、じゃあこれいきましょうか。とても評判のいいお菓子でございますので、ぜひ皆さんにねご利用していただきたいと思ってますので、社長調子出てきましたね。はい、もう感じバッチリ作ってますから、ありがとうございます。今月のケーキということで、8月は長沼産いちごを使ったいちごゼリー、もう美味しそうですね。プルプルでございます。8月の商品ということなんですが、この動画が配信されるのは8月後半ですよね。まあ、しかし9月には9月の商品、秋には秋の旬の食材を使った商品があるので、ぜひ足を運んでいただき、どんなものがあるのか見ていただきたいですよね。いちごをふんだんに使ったゼリーの中には本当にいちごがゴロンと入っております。でも中ゼリーだね。ありがとうございます。美味しいね。ムサオさんおすすめのいちごゼリーということで、甘さと酸っぱさがちょうどよく混ざっており、夏にぴったりのいちごゼリーでした。続きまして、チョコレートのケーキなんですが、いくつか層になってますよね。爽やかな甘さから濃厚なチョコレートの味まで、これ混ざり合ってまして、これね、本当に良かったです。皆さんにおすすめしたいチョコレート好きにはたまらないケーキでございます。通常のスフレチーズケーキでございます。スフレチーズケーキ。はい、そうですね。こちらはね、同じくレアチーズケーキで、中の方にパインの、ムースというかね、ゼリーを中に飛ばしてるっていうような感じでございます。こちらはね、今長沼町全体でね、PR してる単調をねイメージしたかわいいケーキでございます。この赤いところかわいいですね。ありがとうございます。スフレーチーズケーキです。上の層と下の層どちらも味は濃厚で、歯ごたえだとか感触は、言葉にするんだったらね、スポンジ状の感じではなく、テヌテヌっていうね、そんな感じがしました。続きまして、レアチーズケーキでございます。森下松風庵さんのレアチーズケーキはちょっと特別で、この黄色い部分にパイのゼリーが入っております。そして一番下のクッキーの部分にパインゼリーの水分が染み込まないように、ゼリー部分とその一番下のクッキー部分の間にスポンジがあるというね、そういった工夫がされております。それによってクッキーに水分が染み込まず美味しく食べることができるというね、そういう工夫があんだなと思ってね、感動しました。
クリームとパイン、柔らかい部分、硬い部分、かなり変化のある緩急のあるケーキでした。続きまして、長沼町の単調をイメージしたケーキでございます。まずどこから食べようか悩みますよね。私は羽部分から食べました。他に注目の商品としましては、長沼産いちごミルクの素と言いまして、品質に問題ないものの規格外の大きさだ。そういったいちごを使ったソースでございます。牛乳と混ぜたりだとか、ジャムにして食べることもできます。こちらですね、通年販売しているけど、特に夏場をね、皆さんに食べていただきたいっていう商品でございます。これ3種類ございまして、こちらはバニラ、こちらはいちご味、こちらはモカ味って3種類ね、販売させてもらって。冷凍された餅の中にクリームが入っている製品です。一瞬雪見大福じゃないのかと思った方いると思うんですが、これね、食べてみてください。全然違います。雰囲気は似てるんですけれども、アイスではなくクリームだっていうところと、餅の分厚さっていうんですかね。あ、やっぱりお菓子屋さんの商品だなっていうね、そんな感じがしました。森下商風庵ではお菓子の製造以外にお祭りだとかイベントの協賛なんかも行っており、街の活性化なんかにも力を入れております。この餅は神社の巻餅でございます。餅を巻いたりしますよね。そういったものも製造しているとのことです。近い日では8月31日、9月1日にオアシスというミュージシャンのイベントがあり、その中で森下商風庵さんがお店を出店するとのことなので、長沼コミュニティ公園で行われるのですね。気になる方はぜひ行ってみてください。社長がこの後お寺に行くということなので、私もお寺に行きたいというとですね、案内していただきました。なんかこの動画を見ると私が道案内してるみたいになってますけれども、案内されてるのが私でございます。ここが案内されたお寺、聖法寺です。浄土真宗のお寺で、明治時代に山口県から北海道に移転してきたお寺ということになります。こちらの方が住職さんでございます。なんかにこやかでね、すごい楽しそうな雰囲気でした。で、住職さんといえばもうスキンヘッドかなんかゴリンガリみたいなね、そんなイメージなんですけれども、非常に自由度の高いのが浄土真宗なようです。あんまりね、宗教のことそこまでね、特別詳しくないんですけれども、あなんかいいなーっていうね、なんか心開きやすいなーってね、そんな印象でした。で、こういった金属の装飾なんかもシルバーアクセサリーの製造なんかをしているムサオさんが興味津々で、まあ、作り方とかね、技法なんかをいろいろ言ってました。ちょっとね、何言ってるかは詳しいことはね、わかりませんけれども、まあ、天井だとか、こういう部分なんかもね、本当にいいなと思ってね、見てました。見入っちゃいますよね。こういった装飾とか飾りなんかを作る職人さんなんかもどんどん減ってきているとのことで、あ、こういうとこにも人手不足が来てるんだなと思いました。まあ、お寺といえばね、ちょっと入りづらい感じしますよね、一人でね。でも、浄土真宗に関しては本当に気軽に来ていただきたい。なので、こういったジャズのライブだとか、お祭りとかね、そういうのを催し物を行っているとのことでございます。このように、これは北海道新聞ですね。お寺でジャズ愛され20回目ということで、お寺でジャズかっていうのを思った方結構いると思うんですけれども、全然札幌ドームの広がる聞きづらい音よりも、お寺の音ってね、演奏者にとって響きが心地いいらしいですよ。さらに2階に案内されました。お寺のね、2階ってどういう風になってんのか気になりますよね。で、待合室だったりとか、あとはトイレがめちゃくちゃ立派だったっていうのと、やっぱりね、私、柔道とか、まあ好きなので、柔道したくなるんですよね。で、このテーブル見たら将棋もそこそこ好きなので、将棋やりたくなりましたよね。今回、浄土真宗のお寺行ってみては非常に親しみあるな、もうちょっとまた行ってみたいなと思いましたよね。そしてこの大きな木は開拓する前からあった、もう原生林だらけの時からあった木でございます。もうちょっとね、木が何本かあったみたいなんですけれども、周辺の住人の方が葉っぱが落ちてくるから切ってくれということで縮小したそうです。それはね、いかがなものかと思いますよね。今の生活している人ももちろん大事なんです
んですけれども、開拓した昔の人たちがいるから今の長沼町があるんだよってね、そういう尊敬リスペクトの心も持ってほしいなと思いましたよね。市街地の様子、古い素敵な建物が多いですね。そしてムサオさんが今回ぜひ食べていただきたいジンギスカンがあるということで、そのお店がこちらです。あの黄色い看板が成吉です。成吉、あ、これよく見てみるとこれ陣吉ですね。あー、やってないかな、やってない、やってない、いや、本当にやってるんだけど、やってるんじゃない、これやってんじゃないかな。案内されたのがお食事処陣吉です。成吉と読みたいですが陣吉です。長沼ジンギスカンが美味しいと評判のお店でございます。種類もたくさんありまして、ロースっていうなかなかジンギスカンの中では珍しい種類も用意されております。ジンギスカンの動画は過去にいくつか出しましたね。滝川式のジンギスカン、札幌式のジンギスカン、それぞれ食べ方が違うんですが、今回は長沼ジンギスカンでございます。まあ細かいことはね、まあちょっと置いときまして、食べる手順なんかも書いてありました。鍋の溝にまずタレと水を入れ、もやしとラーメンを縁にバーッと巻きます。で、真ん中の鉄板部分で肉を焼く、そのように書いております。3種類頼んだんですけどね、ちょっと忘れちゃいました。ラムと鶏とマトンだったかな、ちょっとね忘れちゃいましたけれども、美味しかったことだけは覚えております。このように縁にまずタレを巻きまして、縁にもやしとかね野菜を入れていきます。で、味噌汁とライス、これだけでもね本当美味しかったですよね。シンプルなものが最強でございます。で、縁にもやし、ラーメン、野菜なんか置きましたら、真ん中でお肉をどんどん焼いていくという手順になります。陣吉ではラーメンですが、お店によってはうどんのお店なんかもありますよね。まあ、スタイルそれぞれ、それがね、面白かったりするんですよね。鍋の形なんかもお店とかね、スタイルがあったりするので、ジンギスカンだけの動画っていうのもね、いつかやりたいなと思っております。いかがですか、美味しそうじゃないですか。札幌式ジンギスカンっていうのはタレもつけないでバーッと肉を焼いてから後からタレをつけて食べるということなんですが、もうすでに味はついているのでもう美味しいですよね。あのジンキチね、タレがやっぱり一味違いますね。タレが本当に美味しいので、お、なんだこの味はっていうね、何入ってるんでしょうねタレね、本当にぜひ皆さんにも食べていただきたい味でございます。そしてまた畳なんですよね。畳とこの低いテーブルで食べるジンギスカンもいいんですよ。で、3人とか4人で囲みながら食べる鍋とかジンギスカン、いいですよね。肉の切り方なんかも厚切りな感じで、これ以上厚いと火が通りづらいみたいなね、ギリギリの厚さでね、美味しかったですね。ということで、今回はアクセサリーショップシーウォークのムサオさんと行く長沼町のお店でした。森下松風庵さん、あとは西宝寺、さらにジンギスカンの陣吉でした。どうもありがとうございました。